なるほど、そんなことがあったのか。いろいろと大変だったようだな。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探って、しかし苦労の甲斐あって彼らのおおよその位置、今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。お題、その中で最も明確な発表。エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。今は防衛隊がエグザモンを残りの3つ。渋谷の反応はマグナム。今反応があるロイヤルナイツはこの。さて次にやるべきこと、我々がやるべきこと、可能ならば仲間に引き。どうしたんだ今井。それならいいが、よし、出発の前に久々の一杯だ。ゆっくり。おお、しばらく会わない間に味覚はせ。さあ仕事の時間だ。ロイヤル、大丈夫かあんた。口から得体の知れない液体が。やはりこのやり取りがないと始まらないな。その力を見せなさい。マスティモンの力で平行世界への入り口が開いた。あなたの探し物はそこで見つかるでしょう。なんかよくわかんないところから
よくわかんない感じで来たってことでしょ。うわ、わかった。本当はわかってないけど、とにかくアルフォース・グリドラモンに会いたいのよね。でもって君もテイマーなんだよね。わお、わお、わお、ナイスタイミング、バッチタイミング、ベリグーな君、ベリキューな私の助っ人になってよ。助っ人がいるならまた一からトレーニングしなくて済むし。じゃあ決まり、行こう行こう。え、どこへって、そんなの決まってんじゃん。あっちのなんかうにゃうにゃっとしたとこ。バルバルのやつそこにこそっと隠れててさ、乗り込んでってボコボコにボコっちゃうわけさ。ごめんね、今っていつもこうなんだ。翻訳すると、この先に空間が歪んだような場所があって、その中にいるバルバモンを倒しに行こうって、そういうこと。バルバモンは七大魔王と呼ばれる究極体デジモンの一体なんだ。僕とリナは一度はバルバモンを倒したんだけど、復活したバルバモンにそれまで蓄えた僕の力をこっそり奪われちゃったんだ。だからバルバルをボコってブイブイの力を取り返す。主に君って、レロレロワールドから来た助っ人よ。私たちのリベンジバトルに付き合ってください。私とぐっちゃった。やあ、僕がリナのパートナー、ブイブイだよ。よーし、ブイブイも現れたことだし、パラレルワールドの助っ人もいることだし、やっちゃうぞ、ぶん殴っちゃうぞ。バルバルちゃんよ、覚悟しな。リナ、それじゃリナの方が悪者みたいだよ。大丈夫、行こう。Go!
ダメだよ。君がいてくれてよかった。やられに来るとは。お前たちから奪った力でわしは大大大魔王となり、この世界を知る。ところでどうじゃ、もしもわしの配下になるなら世界の4分の1よ。好きあり。とはくれてや。
わしの力がうわー逃げわしの力がよその力はあたしとブイブイの血と汗と涙の結晶なんだからね。ヘイブイブイ、ユーやっちゃいな。オーライ、力は返してもらうよ。モンは僕なんだ。びっくりした。ブイブイ行くよ、とどめの一撃。オーケーリナ、シャイニングブイフォース。リナ、デタラメすぎるよそれ。リナ、いい加減に技の名前くらい覚えてよ。毎回適当すぎるよ。そう？まあいいじゃん、勝ったし。覚えておれ。わしは何度でも蘇るぞ。ありがとね。おかげで助かったよ。んで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 。これが君の会いたがってたブイブイことアルフォースブイドラモンです。リナ、君は本当に軽いな。それで君は僕に何の用だったの？そっか、君の世界が大変なことに。リナ、僕は分かってる。行ってらっしゃいブイブイ。私はいつだってブイブイのことを応援してる。ディナ、もう早く行っちゃいなよ。涙なんて。目的は果たしたわね。それじゃ入り口を開くわ。戻ってきなさい。ディナ、僕絶対帰ってくる。ブイブイ、必ず。ディナ、お帰りなさい。これであなたはスレイプモンに対抗する力を得た。篠宮リナに感謝しないと。うむ、あの美少女に感謝しなければ。お礼として全財産を貢がなければ。あれ、なぜだかお前菜が食べたい。おあんみつも食べたい。ディナ、来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは、僕の涙は。ブイブイ行くところ私あり。てかパラレル上等、面白そうじゃん。はあ、本当に無茶したわね。生身の体で時空の裂け目に飛び込むなんて。あり？問題あり？問題かどうかはあなたの受け取り方次第ね。次元時空は生身の肉体では超えられないのがある。だからあなたは今肉体から無理やり分離されて電脳体として存在しているわ。へえ、電脳体。リナ、分かってないだろうから言っておくけど。そうなの？私デジモンになっちゃった？って残念ながらあなたの体は無事よ。あっちの世界にとどまっているわ。戻る気になったら私に言いなさい。送ってあげる。そうなんだ、ならよかった。言ったかしら、覚えてないわ。でも平行世界に私は言ったかもしれない。私が残念ながらと言った世界と言わなかった世界。言ったかもしれないけれど言わなかったような世界。うん、うん、おおっていうかあり？未来じゃん。
人は知り合いなのかって。そうね、ちょっとした知り合いよ。とにかく次元時空の移動にはかなりのリスクがあるわ。旅行できるだけおとなしくしていなさい。で、リナにおとなしくしろだなんて確かに無駄かもね。けどやっぱりリナがいて、さあその暴れ者を止めに行こう。スピード勝負なら僕は誰にも負けやしない。人間に証拠にもなくまた来た。させないよ、今度は僕がいるからね。助っ人というわけだ。いいぞ、そうでなくては破壊のしがいがない。あんたね、話は聞いたわよ。どうしてだ。それが私の衝動なの。電脳空間にあふれる人間どもの悪意が、大衝動が私を突き動かす。様子がおかしいよリナ。壊したい、壊したい。欲望の赴くままに行動する。それこの電脳空間ごと現実世界を破壊してやる。はあ、何それ、人のせいってこと。自分の破壊衝動なら自分で何とかしなさい。自分の行動の責任は何だと。あんた全然私たちのことも分かってない。生意気な小娘が私。ブイブイやっちゃいなよ。パおい、さあ行くよ。私のスピードについてくると。とどめ？何それ、そんなの刺さないって。己、情けをかけるつもりか。違う違う、言ったじゃん、じっくり話し合わないとって。だから私としばらく一緒に旅でもしない？私もブイブイもまだこっちの世界にいるつもりだし。私が人間と旅だと。だって人間の嫌なところばっかり見ちゃったみたいだしさ。人間が全員嫌なやつって思われるのも職業だから、しばらく一緒にいれば誤解も解けると思うんだよね。それが本当に誤解であれば、もしこの世界でいいところが見つからなかったら私たちの世界においで。おまっ。そんな馬鹿げた提案に、いいだろう。その能天気さに免じて、その代わり人間のいいところが見つからなかった時は、オッケー。じゃあこの世界を見学しよう。話を最後まで聞け。出発。あ、ちょっと待ってよリナ。それで
そうか。おそらくスレイプも実際は駆け巡っていただけで被害は出ていない。しかし篠宮リナという娘、いや彼女にともあれアルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ。ミカグラミレイにも感謝しない。そうだ、彼女のために新ブレンドを開発するとしよう。なんだその微妙な顔は。彼女が私のコーヒーの味を介さないとでも。今まで秘密にしていたが、彼女は私の創作活動の良き理解者であり協力者でもあるのだよ。私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサミ。なかなか順調にロイヤルナイツを仲間にできているようだが、ドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず。気を。おお、伊達くんからの通信とは珍しい。おい探偵、今度は浅草に例の化け物が出たらしいんだ。私たちは今そっちまで手が回らねえ。様子を見に行ってくれ、頼んだぜ。今ので依頼をしたつもりなのか。これゴタゴタのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。経営としては問題。例の化け物、さあ君の出番だぞ。来るな、そこで見てろ。こんなことができちまうんだぜ俺。食ってやる、もっともっと。哀れな。奇妙な気配を感じて来てみれば。お前はもはや人ではない。それがどうした、人間のままじゃった。そう、邪魔をするな。たとえ友人でもその行為が友をさらなる闇へと突き落とすことになるのだ。ごたく並べてないでさ、来るならさっさ。てめえを食って強くなる。ロイヤルセーバー、決着をつけよう。もう
遅い。もう遅い。ロイヤルセーバー。バカな、なんという力だ。これさえあれば止めるな。彼をここで滅ぼさねば。分かったぜ。十分に分かった。今の俺じゃあんたにはまだかなわねえ。もっともっと逃がさんぞ。このままのさばらせておくわけにはいかん。事務所に集合ね。詳しい話はそこでってことで。エグザもドゥフトもデュナ、そしてなんか名前だけで強そう。ねえオメガモン、この中に味方してくれそうなロイヤルナイツって本当に？ああ、やつらを味方に引き入れるのは無理だろ。そっか。でもでもお台場にドドーンと居座ってるエグザモン以外、もしかするとロードナイトも。え、そうなの？どうしてわかっ、リエさんの端末を追跡した。それがロードナイトも。いや、ロードナイトも暴走状態にあるエグザモンは。だとすると、エグザモンは我らの何としてもロードナイト。では今こそ。そのようだな。そんじゃ決まり。え、あの、そ、なるほど。バカップル。君、私は事務所からさ。よーし、さ、あ、はい、その前に。デュークモンが彼を追っているのか。人間を理解しようと言っていたデュークモンが刃を。彼の身によほどおぞましい変化が起こっていると考えざるを得ないな。タクモー、あのタク、殴ろう。一人一発ずつぶん殴ろう。そう、あ、オメガモンもだよ。ノキアが望むとあらば。こいつだが、ここはまずお題っていうか、オメ、ああ、人間をより深く無理を言ってすぐ、うん、ノキア。